けた実況部長の中森です。それでは今日も質問に答えていきましょう。武田塾チャンネル。私は横浜国立大学、を志望なのですが、私立併願しようと思います、どこの大学がいいでしょうか。まあ、レベル的に言ったらやっぱりそれはマーチとかカンカン同立とかそのあたりを併願で受ける人が多いんじゃないかなっていうふうには思います。ただまあ、対策の大変さとかどこだったら行くのかみたいなところも個人個人で違いはあるかなと思います。その場所的な問題とか学部的な問題とかね、まあそういう近しいところを今言ったようなところからまず探していくのがいいかなと。まあ一つの基準になるのはやはりそのマーチカンカン同率あたりなんじゃないかなと。まあ基本的にはそのあたりをベースに考えていくっていうイメージですかね。理系なんですが、国語の古典の配点が 2.5% ぐらいなんですが、どれくらい古典はした方がいいですか。これはあれだよね、多分センターと2次の合計点で見た時に、例えば2000点満点、センター900点の2次が1100点で、そのうちの古文が、50点だからっていうような感じかな、イメージ。だけど、これは足切りとかで関わってくるのかどうかによるんじゃないですか。単純にトータルの点数で見たらそんなもんだとしても、足切りの時点で国語もね、7割、8割欲しいってなったら話は変わってくるんで、それ次第かなと思います。だからトータルの点数のパーセンテージだけで見るんじゃなくて、そもそもセンターで何点取らなきゃいけなくて、その中で国語が何パーセントぐらい必要で、その中で古文で何点取るつもりなのかっていう手順で考えるといいかなと思います。だからそれで古文が結構35点取らなきゃいけないとかになったら、やっぱ結構やんなきゃいけないんで、まあそういうのを一回ちょっと細かく見ていった方がいいかな。要は2次との合計点の配点だけで考えるんじゃなくて、センターの足切りの点数もちゃんと考えた方がいいよって感じですかね。はい、第一志望校にこだわりたいという気持ちが強いのですが、浪人するデメリットを考えると怖いです。浪人についてはどうお考えですか。もう最後の最後は納得かなとは思います。まあ浪人はするべきかするべきじゃないかって言ったら、しないで済むならしない方がいいんじゃないとは思ってます。まあして悪いものではないとは思うけど、まあしたいものでもないかなとは思いますので、ただその浪人しなかったことで後悔するとか、やっぱりそのっていうのがあるのはやっぱりやめた方がいいんじゃないかなとは思います。まあしょうがないケースもあるけどね。ただまあやっぱりその後悔しないためにも、例えばそれは第二志望とかで考えてるところとかもちゃんと調べて、本当に行きたい大学なのかとかをまあ考えた上で、その第一志望第二志望っていうのを決めていくべきじゃないかなと。後悔してるケースってどっちかっていうと、やっぱりその第一志望しか見てなくて第二志望以下を適当に決めちゃったから後悔してるっていうのが結構あるんじゃないかなとは思うんで、まあ、第二志望以下とかもその、ね、ほとんどの場合やっぱりその偏差値で決めてると思うんですよ。第一志望とか第二志望っていうのは、特に第二志望以下の場合はですね。なのでそこは本当にここに行きたいとかこういうところに行きたいっていうのを、まあ、その考えてちゃんと行きたいところを選んでいけば、そこまでそれは後悔残らないと思いますし、それがどうしても第一志望しかやっぱ行きたいところないっていうなら、まあ、浪人する選択肢も全然ありじゃないかなと。もう全落ちした場合は別ですよ。これはもう浪人せざるを得ないんで、これはもうその選択肢どうこうの話じゃないんで、ただ第二志望以下もやっぱりちゃんとそういうところを悩むのであれば、真剣に考えて、もう第一志望しか行きたくないって思うかどうかはちゃんと一回考えてみた方がいいんじゃないかなと思います。といったところですかね。今回は以上です。武田塾チャンネル公開収録第2回 in 大阪を、武田塾大阪校で開催します。前回と同じく概要欄から申し込みできるようになっておりますので、今回は私と高田先生が出演するという形でご参加ください。なんと今回は参加した全員ですね、志望校のカリキュラムプレゼントしちゃいますよと、はい、なってます。関西の皆さん、僕たちに会いに来てね。はい。